2017年までの旧海観車場地区、中央支所佐賀、ほのかハウスみかん佐賀県農業共同組合は、佐賀県の大部分をエリアとする農業、共同組合である。略称は、JA 佐賀。九州随一の農業県である佐賀県では、奈良県、沖縄県に次ぐ、県内単一 JA の設置を目指し、県内に多数あった中小 JA の統廃合を、繰り返してきた。 そして2007年4月1日、県内にある JA のうち、県内単一 JA 構想に同意した以下の8つの JA が合併して発足した。県内単一 JA 構想の第二段階として、半年後の10月1日には JA 佐賀経済連が解散し、その事業を引き継いだ。しかし、現在でも佐賀市中心部と佐賀松浦地区の3、 JA が独自路線を歩んでおり、県内単一 JA の実現には至っていない。JA バンクなどの信用事業、JA 共済などの共済事業、資材管理事業、地域農業、経済事業、観光総裁事業の5事業を手掛けているが、経済連事業を引き継いだことで、佐賀牛の販売促進も柱の一つとなった。2017年7月に、ガバナンスの強化、 事業統合によるコストダウン、会社の枠を超えた商品開発を目的に農産物加工や購買生活関連といったグループ会社9社を参加に置く、持ち株会社2社、JASA がアグリライフホールディングスを設立した。地域農協が関連会社を HD 化するのは全国初の取り組みとなる。ありがとうございます。